歩数計万歩計1号機万歩メーター歩数計は歩数を数える機械。英語のペドメーターの名称が用いられることもある。なお、万歩計は山里系景気株式会社の登録商標となっている。歩数計は歩数を測定する機器であるが、体重、性別、年齢などを入力して運動消費量を表示するもの、1日の運動強度のグラフを作成できるもの、 適切なウォーキングのピッチを教えるもの、歩幅を入力して歩行距離を表示するものなど多機能化している。腰に装着するタイプ、ポケットに入れるタイプ、手首に装着するタイプ、ネクタイピンやベルトに内蔵させたものなどがある。この他歩数系と携帯ゲームを合体させた小型ゲーム機にテクテクエンジェル、ポケットピカチュウなどがある。なお、ヤマサが作成したゲームで、 日本地図を作成する万歩系ゲームがある。主人公は日本地図を作り上げた井上忠敬である。2000年代半ば以降、歩数系機能がついた多くの携帯電話端末が登場した。また、スマートフォンにも端末標準機能として搭載されたり、サードパーティーによる様々なアプリが開発されている。歩数系には上下の振動によって、 電気スイッチが開閉し、振動回数を記録する振り子式と運動による上下方向の加速度に応じて電圧が生ずる機構を利用する圧電センサー式がある。圧電センサ式は通称加速度センサーと呼ばれ、高性能モデルでは横方向も追加した三軸方向の検測を行う。歩行状態であることを判断するためのアルゴリズム。 センサー感度や個人差による誤差を考慮したプログラミングがされている。振り子式と圧電センサー式では歩数のカウントに差が出ることがある。歩数計が開発されたのはヨーロッパである。アイデアはレオナルド・ダ・ヴィンチにまで遡るが、初めて実用化したのはスイスの時計師、アブラアン・ルイ・ペルレで1780年のことである。井上忠敬の両亭者。 国立科学博物館の展示。日本ではヨーロッパ製の歩数計を江戸時代中期に平賀源内が改良して両定機というものを作り、江戸時代後期には井の忠だたかが日本地図の作成にあたって両手車という計測器とほど計という歩数計を使用して全国を歩いたと言われている。初期の歩数計の仕組みはペルレが発明して、 腕時計で実用化された自動巻きと同じ原理である。一方、このような機械的な方式以外の加速時計を用いた歩数計も存在する。1965年にヤマサから発売されたマンポメーターが日本で一般の人が使用する歩数計の第一号と言われている。1997年12月18日には世界初の育成散歩計。 テクテクエンジェルがハドソンから発売され、ゲーム付き歩数系市場を構築するきっかけとなった。2003年9月に、世界で初めて歩数系機能が搭載された、携帯電話が発売された。ABCD 歩数系。公益財団法人長寿科学振興財団。2015年9月13日閲覧。歩数を測るだけじゃない、iPhone を。 歩数計にできる便利アプリ 5000AB、Android スマホにおける歩数カウント精度向上への歩み。2017年10月21日閲覧。スマホの歩数は本当に正確なのか口ずさんで確認した携帯ウォッチハット AB、モバイル、歩数計付き携帯はどうやって生まれたのか ?IT メディア、2017年10月22日閲覧。その歩数計は正確ですか ウォーキングオールアバウトハドソン中央研究所モナ研究開発実績ウェイバックマシン世界初の歩数計内蔵の携帯電話マーケティングオールアバウト2017年10月22日閲覧ありがとうございます